はい、野口です。今回はですね、テイクアウト第2弾。前回はですね、若竹丸を、テイクアウトしたんですけども、今回はこちらですね、朝日町にありますチャイルドボックスで、晩酌セットをゲットしました。よし、行きましょう。野口チーム。はい、そしたら開けてみましょう。はい、ダーン。おー。今はですね、ちょっと私今回初回でしたので、ちょっとサービスしてもらってるんですけれども、こちらの商品が1500円のものが今限定で1000円で出ております。そしたら紹介していきます。はい、蓋を開けてみました。うおー、すごい。いろいろお肉かな？で、きんぴら。で、こちら。で、ハンバーグに卵。で、卵焼き。で、このね、ジャーキーとビーンズ、これがうまい。で、スペアリブ、素晴らしい。ハンバーグ。どうですか？ハンバーグ。うん、うまいですか？今日は皿うどんと晩酌セットです。どうぞ。わざとでしょ、わざとでしょ。俺もサラーはい、今から卵切っていきたいと思います。どうぞ。すいません。絶対うそやろ。バイバイ。はい、今回はですね、チャイルドボックスさんで5000円分のテイクアウトをしました。なぜなら、私が、誕生日でございまーす。てれてれてて39歳になりましたね。この後ちょっとパーティーをしたいと思います。行きましょう。はい、そうしましたら、開封していきましょう。ほい。はい。こんな感じですごい。ステーキ肉も入れてもらってます。すごいすごい。唐揚げも、いろいろある。おー、すごいすごい。あ、角煮も、ミートボールも、ウインナーも。うわー、素晴らしい。これで5000円でございまーす。はい、一つ一つ見ていきましょう。これですね、ステーキ。で、カツ。きんぴら。唐揚げ。卵に、ですね。で、これ、エビマヨ。で、ここにもエビマヨ。で、酢豚。ですね。で、ウインナー、肉団子。いいね、角煮。で、アスパラかな？うわ、素晴らしいね。やばい、これ。ガチ、長崎和牛でございます。いただきます。写真撮る。写真だけは撮ってる。うげえ。うまーい。はい、そして私は、キリンビール、一番搾りを飲んでおります。いただきましょうかね。いただきます。うまい。うめえ。うめえ。はい、そしたらですね、チャイルドボックスさんの、テイクアウトですね、ご紹介しました。で、チャイルドボックスさんはいろいろですね、金額とか言ってこれでお願いしますっていう風な形で言うと、いろんなものがテイクアウトできますので、皆さん注文してはいかがでしょうか。はーい、バイバーイ。バイバーイ。